高尾国際空港は台湾南部の高尾市小が区に位置する国際空港である。台湾の地政的、経済的な理由から香港、東南アジア方面への多数の国際便が主体であるが日本や韓国行きの便も運航されている。現在地から南方へ新空港を建設し移転する計画があるが台湾高速鉄道の開通により 台北との国内線が減便されているため、具体的な工程表作成に至っていない。高尾都市運が開業し、高尾市内と空港地下が直結されている。近年は日本路線の就航が相次ぎ、東京、成田線は4社が1日1便ずつ、大阪、関西線では4社が1日1から2便ずつ運行しているほか、沖縄、那覇線が週18便。 福岡線が週10便、札幌、新千歳線が週7便、熊本線が週3便で運行している。その他の日本国内の都市へは、成田国際空港、または関西国際空港でのトランジットが必要となる。カレン、マコー、キンモン、モチヤス、ナナバス航路客運、都西部、シャイツキゼン、キンサトシトーキョウチョ、著、 日地下大高尾的飛行場新英文はじめ、2014年、ISBN9 兆7898億6591万5902、118から131ページ、ハング、チーウェン、こういたす文。ISBN9 兆7895億7432万5153、ヒストリー・オブ・台湾カウシュニ・エアポート、エアポートヒストリーファクツ。 カウシュンエリア、台湾。2021年3月25日閲覧。ヒストリー・オブ・台湾カウシュンエアポートエアポートヒストリーアンドファクツ。カウシュンエリア、台湾。2021年3月25日閲覧。ヒストリー・オブ・台湾カウシュンエアポートエアポートヒストリーアンドファクツ。カウシュンエリア、台湾。2021年3月25日閲覧。 エヴァー航空、高尾、新川線に就航 MD-90 で、就航便、タイガー屋、台湾、福岡高尾線12月18日、就航記念運賃を10月16日発売、トレイシー2017年10月13日付け P1、東京、成田台北、桃園、高尾線と、福岡台北、桃園線開設トレイシー2019年8月28日、 大阪台湾、高尾線を開設日本と台湾を結ぶ路線が、さらに拡充。ピーチアビエーション2013年10月25日付、ピーチ、1月から関西、高尾線に就航フライティム2013年10月25日付、ピーチ、那覇高尾4月就航へ1日1、往復アビエーションワイヤー2018年1月24日付。ありがとうございます。